センチ右だな。さあ、ウォーミングアップは終わりだ。プレーボール。始めろ。少し腕が落ちたな、ミスターリーチャー。そういう名前の男を射撃大会で見た。あれは10年前かな。お前さんヤンキースの二塁手じゃない。ワードは昔の選手だ。さて、一つだけ質問に答えよう。ここでの一番はジェームズ・バード。事件のことを知ってすぐにしまった。これがベストショットだ。俺が退役してから見た中じゃ。さっきも言ったと思うが、現役時代のバーはこんなにいい腕じゃなかった。俺は自分で的を渡して全部名前を書いている。的のセットもするか。ふざけてんのか。バーには友人がいたかもしれないってことだ。そいつが的を取り替えてバーも OK した。壁に飾られて射撃王の気分を味わえる。本物の名手は母親にでも花を持たせたりせんよ。母親に殺人の罪を着せるつもりならやる。でこの射撃場を利用した。バーは一人で来ていないはずだ。カメラのことがバレたら血の気の多い連中に殺される。血の気の多い連中がいるからカメラを入れたんだ。バーだ。いいやつだった。本当に。いた。こいつだ。あの野郎か。